今の若い人たちのドラえもんのモノマネといえば水田わさびの方のドラえもん、に対する読者の反応集。誰もが一度はやるしんちゃんとドラえもん。やっぱりわさびドラ。月曜から夜更かしのドラえもんの子うまいな、わら。水田わさび3番のドラえもんできるのはすごいな、すんごい似てた。そういや今のキッズって大山信代版ドラえもん知ってるのかな。新しい時代のドラえもん。わさび版猫型、しみじみ。水田わさび版ドラえもんのモノマネしてる人、おじさんなので初めて見たかもしれん。やっぱこれくらいの世代になると新しい方のドラえもんなんだな。夜更かしでドラえもんの声真似してる子いて結構似てたのに母親のくしゃみでほぼかき消されて。そうか、Z 世代であろう人たちがドラえもんのモノマネをするときはもう大山信代版じゃねえんだな。ちょい前にドラえもんのモノマネしてたもの、わさびドラだったので時代感じちまったよな。ジェネレーションギャップ案件。令和の世でも新之助とドラえもんのモノマネは定番なんだな。